俳優の生田斗真35と女優の清野菜名25が5日結婚したことをジャニーズ事務所を通じて連名で発表した。今月1日代理人を通じて都内区役所に婚姻届を提出。世界中が大変な状況になり、このような時に結婚をすべきか迷いもございましたが、お互いを支え合いながら共にこの危機を乗り越え、より一層俳優業に邁進してまいりたいと決意いたしましたと気持ち新たにしている。かねてより交際報道のあった2人は直筆のサインとともに、私ども生田斗真と清野菜名はこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきますと報告。未だ未熟な2人ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げますと決意を新たにし、新型コロナウイルスの感染広がりが1日でも早く収束することを心よりお祈り申し上げますと記した。二人は2015年放送の TBS 系ドラマ「ウロボロスこの愛こそ正義」で共演。その後交際に発展した。生田は1984年10月7日生まれ、北海道出身。1996年からジャニーズジュニアとして活動を始め、 NHKE テレ「天才テレビくん」に出演。代表作は NHK 連続テレビ小説アグリ、フジテレビ系ドラマ花盛りの君たちへイケメンパラダイス、大河ドラマ伊賀天東京オリンピック話、映画人間失格僕とがいたなど。昨年は日本テレビ系主演ドラマ俺の話は長いに出演し、同作は脚本の金子茂樹氏が向田邦子賞を受賞した。清野は1994年10月14日生まれ、愛知県出身。2007年の第15回ピチモオーディションでグランプリペンティーズ賞を受賞。雑誌ピチレモンの専属モデルとして活動。卒業後は映画東京ドライブのヒロイン役などドラマや映画で活躍。今年1月期の日本テレビ系ドラマ白でも黒でもない世界でパンダは笑うでは主演を務めた。待機作は7月17日公開の映画今日から俺は劇場版。以下コメント全文。報道関係の皆様、金継書家の子皆様におかれましてはますますご清聴のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。私ども生田斗真と清野菜名はこの度結婚いたしましたことをご報告させていただきます。世界中が大変な状況になり、このような時に結婚をすべきか迷いもございましたが、お互いを支え合いながら共にこの危機を乗り越え、より一層俳優業に邁進してまいりたいと決意いたしました。未だ未熟な2人ではございますが、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。新型コロナウイルスの感染拡大が1日でも早く収束することを心よりお祈り申し上げます。